どうも皆さんこんにちは、こんばんは、寝起きのゆこれです。今回なんですけども、こちらアジサイナツルですね、使っていこうと思います。はい、このキャラですね、12ターン変身のキャラで20ターン回復振りやすくなって、でその後10ターンで2段階変身できます。最終形態がこちらですね。回復ドルキョウ5個に実況2つに無効化に指延長プラスと、まあ、いつも通りね、尖ってる性能しております。はい、でスキルに関しても1ターンチーム内の回復ドロップ強化の確定数に応じて攻撃力が上昇、ランダムで水と回復ドロップを4個ずつ生成です。はい、でリーダースキルがですね、水6個消しダメージを軽減、攻撃力が22倍、3コンボが3、固定300万ダメージ、水属性の HP が3倍となっております。はい、でですね、もともとナツルって HP3 倍しかないリーダーだったんですけど、今回強化でね、 HP3 倍プラス軽減がつきました。はい、でナツルの唯一の弱点だった軽減なしっていうところが今回克服されまして、ってなるとこのリーダーめちゃめちゃ使いやすいキャラになってるんですね。今日は実際にね、この新しく強化されたナツル使っていこうと思います。編成紹介していきます。まずはリーダーナツル、リーダーチェーン体制に10連勝したら継承です。はい、でバレリアです。7強に上限解放、そして風神の内は継承です。そしてこちらアルバートです。お邪魔耐性プラスに上限解放、そしてオールフォーワン武器継承です。そしてこちらエンシェントドラゴンナイトレックスです。10コンボ強化に上限解放に遅延2つ、そして水目の装備継承です。そしてこちらシエルです。10強に上限解放に遅延2つ、そして有利装備継承です。最後はフレンドナッツルです。毒目覚め耐性に、こちら、チェレンの武器継承って感じになってます。今日はね、強化されたナッツルをね、裏木工場で使っていこうと思います。だいぶ強くなってると思うんで、実際に遊んでいきましょう。さあ、ということで、1回層からやっていこうと思います。はい。まずはですね、ナッツル、一旦変身していきましょう。ちなみにこれ、テイク2です。さっき76番面で、水ドロップ2個が、降ってこなくて負けました。まあ、そうですね。76画面で水が2個降ってこないことを欠陥と言うべきでしょうか。1階層です。ナツル打ってあげてメナを打ちます。だからナツル使う人もめちゃくちゃ運悪かったら弱いっていうことはね、言えますね。ただまあ基本的に例外なく強いと思います。はい、まあ一旦こんな感じでちょっと削っちゃいましたけど、まあ、別にいいです。はい、で水1列含む 10C 組んで殴っていきましょう。はい、これで水1列含む 10C で削っていきます。はい、でこっから1コンボで耐久していきます。はい、で闇が残り1下になったら突破の合図です。倒していきましょう。水の列消し含んであげてこのまま突破していきます。はい、回復4消しで一気に全回復できるんで、これで十分これ寄せます。本当にナツルね、バカみたいに強くなりましたね。マジで強くなった。はい、で2階層です。ここはレックス打ちます。で回復力減少、指延長、で水列組んであげて削っていきましょう。あ、ちょっとごめんなさい、スキル打ち忘れてました。僕オールマイト武器打って、オールフォーワン武器打ってあげてください。オールフォーワン武器、これでオールフォーワン武器打ちましょう。はい、まあ、別に1ちゃん殴ってからのもいっちゃいいですね。どっちでもいいわ。でナツル打ちます。はい、ナツル打ちます。で水列組んでいきましょう。ナツルがダブルで変身できれば、ここからリダフレ6コンボ加算なんで、 HP3 倍の 25% 軽減の3コンボ加算リーダーなんで、リダフレでね、 HP9 倍のね、何パーだ、 43% 軽減か、 43.75% 軽減の、さらに攻撃力も484倍の6コンボ加算、固定600万ダメージって感じ。おい、てかそう考えるとナツル強くねえか普通に。で3階層です。ここは有利武器打ちます。はい、
で、ナツレ打って倒していきましょう。なんかそう考えるとめちゃくちゃ強いな。 25% 経験ってことだって 75% の 25% だから 18.75 で 25+18.75 は 43.75% 経験でしょ。 HP9 倍に 43% 経験、だってこれ実質 HP110 万ぐらいあるんでしょ。強くね。普通に強えな、マジで。ナツル水ドロップ1個あるかな。あった。あったけどもう分かんねえ、位置が。本当は十字組みたいんですけど、闇か、あ、水か火の十字を組みたいんですけど、まあなんか組みづらいんで、いいや、普通に殴っていきます。15コンボ組んで倒していきましょう。OK。で、続きまして4階層です。アルバート打ちます。76モメンの場合ね、ちょっとうざいんですよね。はい。アルバート打って、ナツル打ちます。で、爆弾だけちゃんと消しましょう。で、水列の14コンボです。16コンボです。これで倒していきましょう。ちょっと、あれだな、超くらい消すタイミングがねえな。まあでも消さんでいっか。で、5階層は片側ナツル温存してください。でちょっとアルバートため直しを受けると安心ではあります。こんな感じで列消しせずに水6個消ししてあげて、アルバート少し貯めれるとめっちゃ安心感ありますね。それは何何が起きた今。倒しちゃおう。あっやっぱり、ナツル打っちゃった。1ターン耐久したいっす。1ターン耐久したいっす。ナイス。完璧。まあ、倒しますか、これは。いや、ちょっとでもな、ちょっと怖いんだよな、微妙に。いけるか。ジョジョシー組んであげて、左だけ落とせればいいんだけどな。右も落としちゃうな、多分。そうだよな。で、6階層です。これで右のスキルが打てるはずなの。え？やっぱり、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 やっぱり。どうする、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 どうする。ちょっと待って。レックスは8階層で打ちたい。いや、撃つならシエル。シエルしかないってか、シエル撃ちます。はい。で、ここは列消しせずに、ちょっと耐久します。やばい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 、もうマジでやばいよ。倒しちゃいません、これ完全に。これで止めるわ。
いや、バレリアは強いからな。あぶねー。オッケー。ギリッギリの調整やな、マジで。で、ここは夏ル打って、風神打って、アルバート打って、倒していきます。で、ここを注意点として突破時、必ずお邪魔全消しです。お邪魔全消ししないと、あれです。ガチャドラが怒っちゃうので、あれ？ガチャドラ怒らんけど。まあ、とりあえずお邪魔全消ししてください。13コンボです。とりあえずお邪魔全消しして倒していきます。まあシンプルお邪魔うざいしね。夏ルは結構盤面の供給もカツカツなキャラなんで、ね、4つしか生成してくれないんで、そうなんですよ。夏ルもうちょい生成してもいいと思うんだけどな。6個とかでいいと思うんだけど。4つ生成のせいでカツカツなキャラではあるので、根本的に残したくないですよね。ただその分水1列組んであげるだけで、こんな感じでめちゃくちゃ乾燥するんで、水1列でこの火力って考えると本当にそれは強いよね。7階層。ツーパンです。夏ル打ちます。この樹脂で、まずは半分まで削り。で、あとは夏ルって同じく倒していきましょう。強いな、マジで。これマジ夏ル別キャラになったな、完全に。やっぱ、軽減が増えるってでかいな。完全別キャラっすね、これはもう見ててわかる。別のキャラクターです、これは完全に。軽減つくだけでこんな強くなるんだな。これで倒していきましょう。さあ、続きまして、8階層です。パールバティですね。ここはメナーブキ打って対策していきます。で、アルバートとレックス以外は無効貫通もあるんですけど、まあ特にこいつ、貴族生の場合は、ね、30億無効のおかげで、全力火力出して問題ありません。なんならこうやって無効貫組まなくてもいい。全然組む必要ないです。はい、まあとりあえずの水ドロップ大量にあるんで、まあ一旦無効貫通組んでおいて殴っていきましょう。15コンボです。いい削りですね、普通に。倒しちゃいそうでやだわ。ちょっと控えめにしとこう。控えめ樹脂。おい。危な。次で倒します。盤面セットしといてあげて。向こう側で倒しましょう。いきます。ナッツル打ちます。さすがに有利属性だし、カンストしそうなんで、無効貫通組んであげて。こんな感じで突破狙います。無効貫含む16コンボです。まあ、列組んでないけど、さすがに無効貫組めば、バレリアの火力とかもあるんでね。OK、倒せますね。このまま倒していきましょう。さあ、続きまして、9階層です。はい。アンドロメダは、そう、割合もね、結構痛いんですけど、しっかり夏ル軽減増えたおかげで耐久自体はできるようになってます。前まで夏ルの場合ここ負けてました。その時点で強くなってはいるね。ちょっと割合痛いけど、ただ別に耐えてしまえば夏ルは次のターンほぼ確で全回復できるんで、そう、耐久できればこっちのもこれでパンパンしていきます。で、続きまして10階層ですね。ここも列組んでワンパン狙っていきます。体力タイプ若干あるけどサブに関係ないのでいけるとは思う。これで列含む回復4ゲージ含む16コンボです。多分倒せると思うんだけど。 OK、 余裕ですね。なんならはい、ワンパンしていきます。泥強なくてもワンパンと。で、11階層イルムです。イルムはルーレットパズル頑張りましょう。とりあえずルーレットが回復になったらパズルします。ナッツル打って、はい、
ちょっとあれですね、嫌な予感がしますね。これはこれなんかやらかした感がすごいです、僕今自分の中で。ワンパン、ナイス、あぶねー。今下の水読んなかったら負けてたな。まあでもワンパンしたんで大丈夫。12階層です。ヘンリルは2パンしたいですね、ナッツルなんで。ナッツル使ってる時はヘンリル十分2パン狙えると思うんで、2パン狙っていきましょう。ナッツル本当に火力が高いので、そう、ナッツルってもうずっと火力高いんですよね、本当に。裏木工場はもちろんだけど、表木工場の時からずっと火力が高いキャラだったんで。さあもうこんな感じで水2列組んでいきます。ルーレットで水生成もできるんで、強欲に全部消していきましょう。さあまずは半分、どうしようかな、このタイミングでいっか。ナッツル打ちます。さあこれで水2列含んであげて、海君下車も含んであげて、しっかりと2パンしていきましょう。水火力だけで倒していきます。さあ続きまして13階層です。2ローカムの火力もしっかりと耐久可能です。軽減増えてますから、はい、こんな感じで耐久できます。でこいつに関しては半分時バレリア打てれば大丈夫なんで、思いっきりぶっ倒していきましょう。どうしようかな。こんな感じで、また水2列含む回復音消し含んでいきます。まあ、じゃあ水2列組む必要性はほぼないですけどね。無効感でした、このキャラ。忘れてた。いや、でも無効感むずいんだよな。イルムルーレットありの無効感めっちゃやだ。12秒だからね。頑張っていきましょう。さあ、これで無効貫通含む11コンボのみです。水列とか組めてないからな。あ、でもいけますね。あー、アルバートで回復しちゃった。あ、お、お、いや、でもあの、あれで追いつ、あ、じゃ、じゃ、ナツルの追い打ちでいっちゃった。バレリア打ちます。ナツルの追い打ち、ウィン。え、おかしい、これはおかしい、マジで審議です。水目覚めどこ行った。バレリアの水目覚めが消えた件について動画出したよ。疑惑、バレリアの水目覚めが消えた件について徹底検証。はい、水目コン組んで倒していきましょう。今さっき消えたな、完全に。よし、これで水無効感含む海君下士含んで突破していきましょう。13コンボ14コンボこのまま突破していきます。はい、意外と火力出るね、やっぱ水2セットで。で14階層です。いや、ゴルフェイスさんはねちょっとめんどくさいんですけど、敵残り3ターンで目縄武器打ってください。つまりそれまだ耐久ですね。水ロコゲシ組んであげれば軽減貼れるんで、こんな感じで耐久していきます。アルバート溜まっちゃってるじゃん、どうしよう。アルバートもボス階層で必要なんで、まあ、次打ちますか、普通に。ここでちょっとアルバート打ちます。はい、てか15階層もいるもんね。うん、そうだね。ここで打ちましょう。アルバート絶対溜め直さないと。逆に今気づいてよかった。アルバート溜め直し必須なんで。これで1コンボして耐久。1コンボ。
1コンボ夏ら打ちます。これで水6個消しで軽減です。でもう1ターン耐久、うん、で目の武器打ちます。で遅延で、ルーレット消えてから全力殴りしていきましょう。オッケー、完璧やね。あ、シールも溜まってる。ちょっと待って、シールはでも、もう使う場所もないよね。シールってボスの発狂対策でしかもう多分使わないんで、どうしよっかな。まあ、一応、奇跡階層で使う選択肢はあるな。奇跡階層で使って、あ、それでいいや。そうします。3パンして4パンで、まあ、2ターンかかるだろうしね。そうしましょう。シェラー温存します。はい。で、リューンサイは全力コンボしていけば OK です。水の93でね、結構削れるってことが分かったんで。水の93メインで組んでいきます。水93組んで、これで、17コンボですね。18コンボですね。なんなら半分やん。強すぎやろ。ナツル打って、アルバート、あー、遠打ちが良かったけど。まだ打たんでいいな。アルバートは後打ちより先打ちしたいんで、一旦ここはアルバート温存で殴ります。さすがにね、これでね、半分削り切るのは厳しいと思う。水3がないから。水惜しい。お、強すぎ。倒していきます。はい。さあ続きましてボスです。じゃあここでシェール継承の有利武器とアルバート打ちましょう。何？無効感かい。まあ、やとしても、とりあえずアルバートとユーリは絶対撃ちます。ユーリ撃てない間？やばい。知らんかった、そのシステム。そうなんだ。必要な場所でしかユーリって撃てないんだ。え、ちょっと待って、それやばくない？じゃあこれ2ターン耐久必須やね。右を倒しきらんように列で殴っていきます。オッケーオッケーオッケー、完璧よ。はい、ここも列で。でもこれは倒しちゃうけど、まあオッケーではないけど、一旦オッケーってことにしとこう。全然オッケーではない、ちなみに。どうしようこれ。やばいな。結構やばいな。耐えれるかめっちゃ怖いけど。でも耐えるしかないんで、選択肢がもう。で、右で遅延も食らえないんで。問題はこいつが何をしてくるかですね。うわーでもリダフレは遅延食らうのか。うやっぱうやっぱいやっぱいバレリアあるから大丈夫だ。ナイス。ユーリ打ちます。いや、バレリアもう信じてるよ本当に。耐えれるか。耐えれる世界線あるのではこれ。まあ、一応バレリア打つか。ナイス、完璧。じゃあ水の列組んでいきます。
でもう、あの、結局ね、木に関しては属性半減が入っちゃうんで、もう倒しきるしかないんで、これで、ほら、いけ、ナイス、倒しきっていきます。いや、もうバレリア最高、マジで。で、次ですね、盤面ロック食らうんですけど、今回バレリア先打ちしちゃってるんで、必ず水ドロップを温存します。OK。これで水ドロップ温存してあげて、半分まで削っていきましょう。おいおい、マジか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 おい、今のはずるいって、マジで。ちょっと待って、これもう落ち込んで水呼ぶわ。もんなクソゲーみたいな、落ち込む来たんやったら。お前そんなゴミみたいな落ち込むんやったら、こっちも落ち込んこいよ。ちょっと待って、落としで水降らしたいんで。OK。あーもう OKOK、もう完全に、もう水を汲むためだけのパズルします。問題間に合うかどうかなんだけど。間に合わせる。水を汲むためだけの落とし待ち。さあ、二面待ち。頼むぞ、マジで。これはほんまに頼むで。よーし、完璧。15コンボ、16コンボ。ナイス。そりゃあね、あんな落ち込みが来るということは、こっちも来てもらわんと。セイラーあと3ターン。マジですか？正気？皆さん、ちょっと一旦列消し封印します。まずいっす、だいぶ。列消ししてる場合じゃないっす。一旦ここはシール溜め直します。意外といけるぞ、これ全然。思ったよりね。思ったより消せれないだろ。多分水列だけだったら、これ3パンでしょ、俺なんなら条件。うん、いやこれ絶対いける、絶対いける。バレリア打っちゃおう。メナー武器いらないんで、レックスとして打ちましょうか。レックス打つと18秒なんで、めっちゃパズル楽になれますね。さあ、これで水列含む全力でもう一発殴り、16コンボです。これいけるよね、半分。考えたくもないはいけないことを。ナスル打ちます。さあ、半分までいきましょう。ちょっとこんだけ列組んでも結局もう火力は変わらないんでね。さあ、これで頼むぞ。これは頼むぞ。ガチ半分いってくれよ。17コンボ18コンボです。余裕ですね。ナイス。さあ、これで半分じゃ発狂です。シールの激減があるので、もう無限に耐えれます。15万しか食らえません。余裕ですね。アルバート打ってナツル打ちます。こっからは、相手が、もう火の場合は、水1列でほぼほぼカンスト近い火力になるし、で、まあ、相手が水の場合に関しても全然大丈夫ですね。逆に木の場合に関しては全く削れないんで。まあ、次どっち来るかなんだけど。次は6ターン目か。OK。じゃあもうこっからまた殴っていくだけですね。あと、あんまり木さえ引かなければ何でも OK。もう正直。木引くとちょっとめんどくさいんで、木は引かないでほしいですね。ちょっと一旦控えめ削りかな。水列のみでいきます。1ターンだけ。水2セットは組まずに、水列のみでちょっと削ってあげて、多分これでね、いい調整になると思う。これで木にならなければ OK、 カットでしょう。
ということでですね、今日は夏露を使って裏木工場の攻略でした。やっぱ夏露はね、本当もうずっと元から強いんですけど、今回の強化でさらに強くなってますね。本当にめっちゃ優秀なキャラになってるんで、まあ軽減がついてね、本当に使いやすくなった夏露、ぜひよかったらリーダーとして使ってみてください。ということで今回の動画終わりになります。あ、一応タイムね見ていきましょう。さあこれで倒していきます。この編成は裏木工場めっちゃ簡単に勝てるんで、木工場勝ちたい人は夏露編成だいぶおすすめです。はい、28分ぐらいですか、多分28分ですね。はい、まあ結構ゆっくりめにやってもこれなんで、急げばもっともっとタイム早くなると思うんで、ぜひよかったら裏木工場攻略頑張ってみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。